2024年4月16日からのローテは床田選手。アドワ選手が DeNA 2連戦に先発。木曜日のローテを任されていた大瀬良選手は日曜日へスライドして中9日で先発予定みたい。金曜日からは栗選手。森下選手。大瀬良選手になりそうだね。は、選手は一周休みかな。おそらくね。前回負け投手になったけど良いピッチングを見せてくれてた。ただ他の選手も素晴らしいピッチングだったし。栗選手は炎上してもローテから外れることはないと思うしね。 DeNA は開幕以来の対戦。打線の奮起に期待したいところだけど、前回やられた渡来選手には注意したいね。勢いに乗ると恐ろしいバッターじゃからな。巨人は先週と対戦は同じになりそうなんだけど、ホームでは3連勝でやり返したいね。厳しい戦いが予想されるがの。とにかくカープは先発含めて投手陣が頑張ってくれてる。そろそろ打線には目覚めてほしいよね。ということで、今週のローテ再編成のお話でした。